またつまらないものを切っちまったね。日本舞踊のチン、ドン、シャン、ユー、ポン。皆さん、こんにちは。日本舞踊のチンとシャンへようこそ。あれ、ちょっと待って、始まりましたよ。フッフッカーツファイト一発、はい、じゃないです。日本舞踊のチンとシャンへようこそ。ようこそ。また洋服のアンナとヒサテルです。はい、はい、どうですかね。本当に知りたいですよ。洋服か着物どっちがいいですか。まあずっと着物着ると思うんですけどまあね、日本舞踊っていう感じじゃなくなっちゃうもんね、これだとね、うん、でもぜひ皆さん意見聞かせてください、はい、もう一回なぜ洋服なのか説明した方がいいんですかね。はい、します。私たちは刀オタクなので、一回刀のお話をしたらものすごく長くなってしまって、切らなきゃならなかったですね。刀で3回に分けました。だから今日は3回目です。ジャパネットみたいな感じになってた。どうですか皆さん。ない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 、そういう話は今日しないんですけれども、はいはい、今日の話は、まあ、刀と関係あるんですけれども、うん、勉強とかじゃなくて歌舞伎エンターテインメント、命がけの歌舞伎鑑賞。危ないよ、歌舞伎を見るときに本当に命をかけて心の準備をしないとダメですよ皆さん。いつ危険が降ってくるか。言葉通りです。危険が降ってくるんですよ。だから皆さん、命を守るために最後まで見てくださいでもその前に初めての方もいらっしゃると思いますので、うん、はい、チャンネル紹介です、はい、いつもグタグタなんですけどね、はい、やればやるほどきっと上手くなると信じて、うん、私たち花ぶさごり、違う私たち花ぶさごりをひさせると花ぶさごりをあんなが毎週歌舞伎、日本舞踊、着物、小道具などなどいろいろ楽しく喋っていきますので、皆さんぜひチャンネル登録してください。あと新しいビデオを見逃さないように、土ベルをチッチップチプチととコメントをお願いしますすごいなんかヒュッと下がったね、今ヒュッと。でも本当に今日の失敗談が笑えますので、皆さんぜひ最後まで付き合ってください。 では着物のアンナとヒサテル、よろしくお願いします。シュッヒュッ近年の失敗談ですよ。これは私がまだね、歌舞伎の役者をしていた頃の話ですが、はい、先代のね、市川猿之助さんの舞台です、はい、稽古の時に澤瀉屋のその立師の人、やっぱりね、猿之助さんっていうとすごい、やっぱり立ち回りが派手でね、すごいんですよ、大掛かりで。それでその盾をつける人、志望さん、君にね、いいのを置いてあるから。何かなと思って、刀投げだった。刀を投げること、よく猿之助さんのところでやるのは、花道の七さんから舞台の方に向かって投げるんですよ。そんなにね、もうお客の頭の上は通らないんですよ。で、僕がやったのは舞台の下手から上手に向かってなんです。舞台に平行なんですよ、はいはいはい、まあその時はね、そっちの方がなんか安全そうなんですけどね。僕はね、最初の頃ね、難しくないと思ってた。あ、舐めちゃったんだ。普通のスピードじゃないんです、投げる前が。猿之助さんが持ってる刀を腕ごとパッとさないで、パッとさないで、パッと落とすんですよね、はい、でそれをパッと拾って3、4歩バッと逃げるんですよ。で、逃げたらすごい勢いで追いかけて、襟首をつかむ振り、はい、刀を取ろうとする、取ろうとする、はい、投げる、こうやってポン落として取って、タタタタタつかまれた、うん、チョンチョンはポン、はい、これぐらいだったら落ち着いてできるんです。そんなスピードじゃない。ちょい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 。ケポンと落としてポッといって、タタタって言うと、もうね、後ろの気配なんてね、感じてる暇ないんです。とにかくね、もうやって、で、刀もね、こうしたらね、次ね、クルッとしてで、ピューンなんですよ。舞台の途中になったら、はい、立師の人が、志望さん、もうちょっとね、早くやって。猿之助さんの方から、クレームが。そう、ちょっと遅いね、あれね、つって。おー。で、そこでまたさらにスピードアップ。舞台稽古の時は結構落ち着いて、でも力加減もわかんないから、本当にヒャーッと投げたらね、もうレーザービームみたいにね、ピューッって言ったんですよ。マヨビーン、タタタビーン、ピューッ。そう。でもね、撮る人はとても上手な人だ。勢いを殺しながら体を回転させて、パーッと撮っちゃう。私だったら絶対ここにポコンって、ナム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 、はい、終わった後にね、しかもお前早いわあれ、危ないで取れねえよとか言って、取ったじゃんとか思うんだけど、いやいやいや、それは思っちゃいけないです悪い方確かにすごい勢いで行ったけど取れるんだなと思って、だっておお、まっすぐね、点が飛んでくるわけだから、やばいね、
インド。私だったらマトリックス。避けてんのね、感じ。そうそうそう。取る気なし。ない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 。で、やってるうちにね、遅いと言われ、早くやり出すと、もう狙いも定められない。もうとにかくもう、早く早くっていうと、どん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 乱れてきて、壁に当たり、下に落ち、で、とうとうね、来るべき時が一回来たんです。何でしょう。これちょっちょ、ふってやったら、うん、これは客席に行った自分の中でね、客席へ行くってことはね、あんまり想定してなかった。でもね、行くんだなと思った。するでしょう。投げた瞬間ね、芝居には出れなくなっちゃうんだろうなとか、もういろんなことを考えてた。おー。何今の。気の毒の感。でもね、相手の取ってくださる方がね、どんな運動神経してんだろうと思うぐらい。舞台というのは地舞台があって、その上に所作を引いてあるんです、はい、で、所作の先端からさらにまだ地舞台が続いてて、照明があって、その照明の先にもう20センチぐらい地舞台が残ってるんですね、はい、そしたらその一番前面までダーッといって、片足乗せて手をグーンと伸ばして取ってくれた。で、投げた瞬間にそこを察知してそっちまで行って、踏み外したら落ちるとこですよ。それをね、本当に取った。感謝。客席もね、こっちに歓声、こっちに、おいお前、どこへ投げてんだよ、みたいな、どよめきだよね。でも皆さんね、そこで今大事なことを学びましたでしょ。歌舞伎見に行くときは、必ず、まあ、高い席を避けてください。危ないです。3階、3階です。安いし。これね、刀も飛んでこないし。僕がいた時代ではなくて、もっと前の時代に。聞いた話があるんです、一つ。僕も演目とか聞いたわけではないんですけど、客席にね、刀がね、飛んでいたんですよ、あるのが聞いた。でしょ？だから絶対前の方は座っちゃいけないです。この目釘の部分が抜けてた。で、やっぱりね、僕ら弟子なんかはよくね、師匠が使う前に必ずチェックするし、濡らすんですよ。よくこうやってペッペッって変えるでしょ、はい、あれって結局ね、ここの目釘に水分を与え、竹が膨らむん で抜けなくなるんです。舞台は乾燥するんで抜けちゃう時があるんです。こうやって振ってたら歯だけはポーンとって客席行ったらしい。で刺さったらしい。だからもう絶対3階だよ。死なないにしても怪我はしたみたいな感じ。3階で安全で、はい、よく見れるし、うん、刀のセーフゾーン一番後ろ壁でもね、誰も刺さらなくてまた良かったということですよね。まあね、まあ今回の場合はね、この塚でこっちから投げるからね、刺さるというかもうこれ打撲だよね。ガンぶつかっても刺さっても一緒で痛いです。はい、ということで刀の扱いには十分注意いたしましょう。あと投げないでください。うん、いかがでしたでしょうか。勉強になったでしょ、ね、命を守るために3階から歌舞伎を見ましょう。2階でもいいけどね。わかんないので3階壁、うん、はい、今日はここまでなんですけれども、もっと刀のこと知りたい方はぜひ刀のミニ講習をね、確認してください。詳細はこの下にあるんですよ。あとはチャンネル登録ぜひ忘れないようにお願いします。毎週楽しいビデオアップしますので、皆さんぜひよろしくお願いします。あとは私たち2人はインスタグラムやフェイスブックもやっておりますので、ぜひ探してみてください。はい、で今日はここまでです。はい、皆さん良い一日を。そしてまた来週。大丈夫ですよ、大丈夫、心配しないでください。また来週まで復活すると思うので、じゃね。ちなみに私たち花ぶさ五流は日本舞踊が好きな方にさまざまなサービスを提供しています。詳細はいいですね、いいですね、いいですよ。